ダラーラ BMS191 は、は、ジャンパオロ・ダラーラとナイジェル・クーパースワイトが設計した、フォーミュラワンカー。BMS スクーデリア・イタリアチームが1991年の F1 世界選手権で使用した。最高位は、JJ レートが三マリのグランプリで記録した3位である。BMS191 の他に、九191、191と表記されることがある。 ピロがドライブする BMS-191 シ,シー製作は引き続き、ダラーラが担当。BMS-191 は単なる前年モデルの発展型というより、全く新しく設計された車であった。前年までエンジンを搭載していたコスワース DFR に代わって、ジャットが新型 V10 エンジンを独占供給した。この新たなエンジンは、ジョン・ジャットの手によりチューニングされ、 大きなパワーを発揮した。シーズン当初の出力は660馬力であったものが終盤になると700馬力以上を発揮していたがピロのマシンから出荷するなど信頼性には難があった。タイヤはピレリを装着した。他チームの車両同様にフロントノーズは前年のティレル019が採用したハイノーズを真似てやや上に持ち上げられた。ただし、 フロントウィングは、ティレルのように垂れ下がっておらず、ノーズと一緒に上昇している。1991年シーズン、チームは、昨年に引き続いて21号車に、エマニュエル・ピロを起用した。一方、アンドレアル・チェザリスに代わって22号車に、JJ ・レートが起用されたが、レートはシーズン前のテストで、幾度となくクラッシュした。チームは前シーズンにポイントを獲得できなかったため、 シーズンの前半は予備予選に出走しなければならなかった。レートは3割のグランプリでチームの最高位となる3位を記録し4ポイントを獲得したためドイツグランプリ以降は予備予選を免除された。予備予選はレートにとって壁ではなかったがピロは3回予備予選落ちしている。決勝ではピロはマシントラブルもなく大半を完走したが一方のレートは 対照的に完走したのは5回のみであった。ピローの最高位はモナコでの6位で1ポイントを獲得している。コンストラクターズも大記録である8位という成績を収めた。ありがとうございます。